大分ブースです。女子アナ47メンバーの村上瑠奈です。大分県美味しいものがたくさんあるんですけれども、乾燥椎茸の生産量は日本一なんです。こちらにポン酢とかドレッシング、佃煮などいろんな商品がありますが、今日ご紹介したいのは万能椎茸だしです。これお湯で溶くだけで美味しいスープになりますし、煮物や茶碗蒸しのだしとしても美味しく使っていただけます。大分県といえば鶏天や唐揚げなど鶏の料理も有名ですよね。こちらご家庭で温めるだけで美味しく食べられる鶏の珍味、鶏チンもあります。今日のおかずにいかがでしょうか。魅力がありますが、やっぱり大分県といってイメージするのは温泉ではないでしょうか。温泉の成分を使ったシャンプーや化粧水、そして地獄蒸しといって源泉で蒸したナッツやコーヒーもあります。増田さん、はい、温泉の成分をシャンプーや化粧品、食品に使うとどんないいことがあるんですか？はい、温泉の成分の中には炎症を抑える成分が入っておりますので、化粧品に使うと肌荒れの予防につながったりとか、食品に使うと脂肪の吸収を抑制してくれたり、糖尿病の予防につながったりという成分につながります。温泉ってとてもおすすめです。